ねあのさうあのんあのなんて言えばいいんだっけな、わかんないけど、タワーありがとう。でもんなんて言えばいいかな、あのタワーあのありがたいんだけど、なんかタワーとかギフトは取っといた方がいいかもしれない、日ことがあるかもしれない。エビさんタワーありがとう。喉が死んだ。カニエさんもタワーありがとう。私が全然かけてないから一人焦ってるけど、だから今日もはやアンケートモードにしようかなと思ってた。別になんかイベントとかではないんですけど、ショールームイベントに出るとかそういうのではないんですけど、多分明日には出るんじゃないですか。何だっけ、ショールームイベント競うとか全くない、競う系ではない。でも投げてくださったのは ありがたいから、それを書き書きしよう。ずっとずっと書いてたんだよ、今の今まで。楽しみにしてます。楽しみなのかな、みんなにとって。わかんない。私はそれをやりますよって言われて、はーっていう。そうなんですねって、なんかそっかって、みんなにとって楽しみなものなのかが全然わかんない。書いてます、書いてます。まあ聞かないでくださいます、いつか。ただちょっとこの一冊は終わったんですよ、もう書いて。まだあるので次ここに行く感じ。これ可愛くない？これはいつもと違わないやつ、いつもと違うやつ。これは大阪の百均で見つけたの。何この色合い、可愛いと思って買っちゃった。今からはこっちを使います。エビさん、タワーありがとうね。あのタワーが嫌とかじゃないから、タワーが嫌とか誰様だって感じだから。違うな、いろいろ自分もあれかあれだからさ、もしかしたらっていう感じで思っただけ。今日はありがとう、神戸に帰りそう。お気をつけて。あっ、マジかイヤホン繋がってるかな、確認します。STU48の動画を開き、つながってますね。つながっていますね。もうあれだよね、ここをしたら始まるよね。オッケーオッケー、準備完了。みなみちゃん準備完了。10分から、間違えた、20分からになります。20分からになります。でそのまま2週目、2回撮ってるんですけど、2週目が今日の22時からなので、続けてリアルタイムで聞けちゃいますね。まだまだ夜みーちゃん、よろしくね。そう、私もリアルタイムで聞いたんですよ。リアルタイムで聞いたけど、リアルタイムで聞くのってエリアタイムフリーは別なので、そう、リアルタイムで聞いたらエリアタイムフリーは使ってるってことにならないので、まだ生きてます私のエリアタイム。私もリアルタイムでは実はもう一回、その日の放送、ツイートしてたよね、今聞いてるって。そんな感じ、リアルタイムで聞いてましたけど、リアルでもみんなに聞いてって言って、リアルタイム、エリアタイムフリーでも聞いて配信するよって言うことにより、みんなに2回聞いてもらうっていう。みんなに2回聞いてもらう、2度おいしい。ホケラジのラジコの聴取率を上げて、えこの回多いなって。思ってもらいましょう。大事ですからね、こういうのが。聴取率、ラジコの聴取率ってラジオにとってすごく大事なんですよ。あ
と5分になります。 STU ホってホケラジ、ホケラジって何って方は STU ホって、まあ、ラジコで STU ホってとって言ったらもう出てきますんですけど、日本語の時出てくるんですけど、 STU ホって保健室ラジオというものになります。 STU ホって保健室ラジオっていうのの2月18日分に出てるの で25日の今日の22時からも第2回が放送されるんですけど、とりあえず第1回目です。明日から北海道行くよ。絶対寒いで絶対寒いで絶対寒いで。あと4分です。皆様準備は完了していますでしょうか。コンタクトを取った目には光が厳しい。来週のオンライン楽しみにします。お待ちしております。あの中喉が枯れてるので声低めですが、この声の低さと感情は比例しておりませんので、ご注意をあ、スキーしに行く、いいね。スキーしたこと、あ、高校の時にあったな、遠足かなんかで。私の高校の修学旅行じゃなかったか、ほぼスキー合宿だから、もう一生スキーはしないって決めたぐらい過酷でした過酷。めっちゃなんかもうこのネタ擦りに擦りまくってんだけど擦りに擦りまくってる。雪山にはたびたび行ってるの。あ、そうなの、行ってるの。雪山とか行く機会ないよね。ほぼスキー合宿、あのインストラクターさんの顔は一生忘れないなんか声低いから怖いんだって、冗談で言っても本当に本気で思ってるみたい。怖い、やめとこ怖い、低いと全てが事実に聞こえる。ねに持ってるように怖いよ。でも人間、なんか私はそのスキー合宿で人間って本当に窮地に立たされたら覚醒するんだっていうことを知ったからあんなにブレーキの方法もわからないまま一回も下の方の山で止まれないかった私はもうなぜか頂上に連れて行かれて、ほぼほぼ止まれないって言ってるのに、もうスパルタで。でも人間も命の危機を感じて止まれる。あんなに曲がれなかったのに曲がれるようになってビュンビュンビュンってできるようになって、人間って進化するんだなと思いました。動物もその時その時の天気とか気候とかで生態で進化してますけど、私個人としても進化した瞬間でした何事もなかったし怪我もなかったんですけど、本当に嫌すぎてここだけの次の日ずり休みしました足が痛くて本当になんか痛かったんだけど、できないほどではなかったんだけど、足が痛くてって言ってホテルで一日過ごしました。次の日最後のスキー合宿、もうトラウマだったなんちゅう修学旅行だ、信じらんないということで、皆さん20分まで本当あと何秒かなのですが、皆さんラジコの準備、 STU ホテルの保健室ラジオ2月18日分準備できておりますでしょうか。あと再生ボタンを押したら可能でしょうか。私が5秒数えて0のタイミングで一緒に押していただけたら同じタイミングでスタートになると思います OK でございますでしょうか。目がしばるしばしばしば OK です、はい OK です、はい OK、 はい OK、 はい OK、 そうかな。そうちょっとね待ってあげたいんだけどね、早めにやらないとね本編にかぶっちゃうのでね、いきますね。じゃ5秒数えるので0のタイミングで押してください。いきます、5 4 3 2 1 0。おお、いいね、ラジオか、久々。ああ私だ、本当にしてるからね
本当に本当に保健室ラジオ私ほんと甥っ子がいるせいで靴をクックって言っちゃうんだよね。ほんとに可愛いもも。すごいラジオでこんな分かんないことないよね想像が試される。すごい ほら普通にクックって言ってるもんね。多分これ子供いる方わかるんだと思う。クック脱ぐよとかお子さんがいる方はあるあるだと思う。多分あなんか自分の息がふってあるあるいいね BGM が。タタタタタラタタ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 タしずくだピチャン。なんかゴリバ思い出したあ、いや音楽あったのよゴリバ。あれパチ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 。うんうん、うんうん。どういういじりっていうもう最近よ最近。音楽に乗っちゃう。うん。わかる。うんうん。わかる。眩しい。優しいよね、保健室の先生って。ツーショット写真ありがとう、ありがとう。ま、みんなでラジオ聞いております。じゃ、リアルお世話になったな、小中高、保健室。
あった。マヒナが選ぶ選曲って言ってもマヒナっぽい。あの須田清とかも。これ22時にこんないい曲聴いたね、なんかいい意味でなんか眠くなっちゃうね。てて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 、声が低い。タタ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 。サビになったら分かった。分かる。そういう曲多いよね。私もそういうタイプ。タタ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 タ。てて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 、すごいね、ほぼフルフルなんかな、ちょっと覚えてない。聞いてたんだけどな。うんうん、すごい。たた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 、うん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 、すごいいいよね、自分の好きな曲がマックス流れるの。タラタラタ、里宗で一人でラジオやってた時、どれだけ自分の好きな曲たくさん流せるかにかけてた。懐かしい、思い出した、めっちゃかけてたな。ここ話しすぎたら短くなるなとかめっちゃ考えてたな。懐かしい懐かしい。うんうん、人間なのね。笑った笑った、うん、とっても元気。でもさ、これみんなの実況のハッシュタグ見てたら早いよっていうの見ちゃった。早いよって、これからだよって。めっちゃハッシュタグで見てたらあった。うんうん、切な、なんか音楽と相まって切ない、音楽の影響だ絶対。切な、なんか私もそういうタイプ、ママとね似てるんだよね。だからシャトルランとか50回行ったことないもんね、人生で。30回が限度、アイドルになる前から。偉いな。
うん、痛感したよね。こういうところなんだよね。文句だけ言ってどうにかしようとしてないんだよ多分。なんか急いでもしゃあないと思っちゃう。うん、すごいよね。うちのお父さん運動できないと思う。運動もできないと思う。うちのお父さん何ができるだろう。車も運転だから仕事が歩かないしね。筋トレってほんとなんかメンタル鍛えられるっていうね。桃より体力あるのすごいな。そうね。なんか自己検知みたいなと。自己暗示か、間違えた。自己暗示みたいなと。あ、いいね。眠くなっちゃう、これ聞いたらどうしよう。今眠たいから。うん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 、スキピースキピーな曲。なんかどっかでも流しましたよねこれ。いっぱいラジオやってるかちょっと定まらんけど。あ、ダンダン、これ MV が可愛いんですよ。子供たちがいっぱい。金のシンバル鳴らすようにささやくのはお日様、一緒においで木々の竹に耳を澄ましましょう。シャボンの雲で顔を洗い、そよそよ風と散、あ、出なかった。大丈夫、きっと晴れになる心、光へと話してごらん、虹を結んで空のリボン、君の笑顔へ贈り物、願いをかけましょう夢日より、明日また幸せであるように。いいね、やっぱ音楽があると楽しい。アカペラで歌うより。おお、すごい BGM。保健室ラジオ STU48 の保健室ラジオ。うん、いいねこれ。あら、私の声が、心の声が漏れとる。あらーって、私起きれる、めっちゃ起きれる。寝てなくても起きれる。30分睡眠とかでも起きる。マヒナは本当に苦手。基本来ないもん。
基本来ないは言い過ぎだね。それはちょっと風評被害だった、ごめん言い過ぎた。でも私も学生時代から一人で起きてたからだと思う。高校時代、中高一人で起きてたから。中学校まだお姉ちゃんいたけど、高校からは大学だから起きる時間も違って、一人で起きとったからだと思う。めっちゃ喋ってる、ごめんどっちの私も喋ってる、どうしよう怯えてる、まあ怯えてる、うん。うんうん、慣れだわ、ほんと。そう、一人で起きてたから。もう慣れた、慣れ慣れ。うんうん、うん、まあ一番いいよねこれ、立ち上がらないといけないね。うん、わかる。あ、もう同じ反応してる本当に休みはアラームかけても起きない、不思議。でも仕事は関係なく起きる。うんはいはい、なかなかないよねこのマヒナの考え、うん、うん、私1分おきが一番合うけど体に、私は確かに誰に何があってるか分かんないもんね。確かに確かに確かに。え、この効き目があったかの話私も知ってるので、後で言うね後で言います。まあいいね。もうやがて灰になってしまいたい、運命の糸引き寄せられた一瞬のスリル。道に起こして散らばった荷物を一緒に拾うのがきっかけだったなんて、ダン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 。ハートしたい、キュンとしたい、ドキッとしてしまいたい、理屈ではなく言葉でも感じたいの、本能的に巡り合って、もやが灰になってしまいたい、
運命の糸引き寄せられた一瞬のスピル。ここダッシュ、私ここ死ぬほどダッシュ。長い、すごいいいね。あ、こかしてるわ。下上下上、そう計算高い思惑があると、うん、まさかなんて嘘だなんてありえない出来事だ、現実でも飽きちゃうような予想外の展開もいい、そうギリギリそう暗くいつだってめまいがする、感情になってしまう一瞬の狂気、冷静でいれ。あ、間違えた。愛せば知りたい。私歌いなのに。長続きしない。今みんなでラジオ聞いてます。はじめましての方、この子無音で一人で歌ってるみたいな。ラジオが流れて、今みんなで秒数合わせて私が出てるラジオを聞いてます。無音じゃないです。だから私はもう大音量。してしまいたい。エグリアで燃え上がってしまいたい。運命の糸引き寄せられた一瞬のルール。ここで花だれは移動。すごいフルじゃ。フルじゃ。広告だこれは。CM だ。あ、違うか、違かった。あれだ、アタックみたいな感じ。キャッチ、アイキャッチ。いいよね、かかってる BGM がいい。乗っちゃうなんか。うん、9時あ揺れてる、一緒に14分だ。うん、私たちおとなしく待ってた。この目の前でこれ撮ってておとなしく静かに見てた。そう、これ別撮りじゃない、目の前で行われてた。ファイターと。そう、なんか一回マヒナがなんかドツボにはまっちゃって、ああってなって、大丈夫って大丈夫。上手よね、マヒナ。そう、私とももちゃんは静かにこう笑顔で聞いてた。大丈夫だよ、めっちゃ綺麗だよって思いながら。そう、いい音やな。早い。あ、拍手しちゃった。早い早い、拍手しちゃった。
あ、この告知は昨日と今日のことです。先週のやつなんで。もう終わりました。先週のやつなんで。昨日と今日のことです。楽しかったです。当日券ありました。楽しかったです。うん、うわっすごい音いっぱい。無事まとまれました。ゲラジ、あ、やらくしちゃった。ホケラジ、うん、サイ。マヒナ、バイバーイ。でここで終わりと思ってやめちゃった人もったいないですよ。あ、終わった終わったと思って、終わった終わったと思って、もったいないっすよ。ここでプチって聞いたらね、こんな後まだみんな聞いてて、ほら始まった。さあ、これだ、気づいてない人多いんだろうなと思ってた。最後まで聞いた方がいいよラジオは。そう、マヒナさんマイナスだった。このなんか喋ってヘッドハートをしていくのいいよな。なんかありがとうございました。ということで先週のホケラジを聞きました。そう、本当にあのコンコンってなんか桃と私の声から始まって、もう緊張するねみたいな、じゃあ一緒にコンコンしようかってコンコンっていうラジオで、なんか分かるかな、ピンマイクって分かる、ロケとか外にロケとか収録の時にここにマイクをつけるんですよ。それこそ STU チャンネルとかもつけてるんですけど、ラジオでそれをつけて普通にブースの外に行ったんですよ。ラジオって普通こういうマイクがあって座ってやるじゃないですか。そう、まずあのじゃあ入るとこがやりますって言って3人でピンマイクつけて動くから、その長座体験前屈とかそこピンマイクつけて、私ラジオでピンマイクつけて初めてで、でも本当にブースの外出てコンコンと本当にやって、でドアは重いからマネージャーさんが開けてくれてるんだけど、そうでも全てはそれはそれ以外私たちでそのまま本当にラジオブースの中入ってわーっていう、本当本当に長座体前屈の器具があって本当にやってみたいな、でそれをやってからピンマイク取ってラジオ収録だったんだけど、だからもう本当にすごいと思って。そうそう、普通になんかラジオの本編の方はこのこういうラジオだったんですけど、その入ってくるとことその保健室のそういうことをするときは全部ピンマイクで、なんかすごい新しいなと思って楽しかった。そんでね、なんか悩みとかを
お悩み相談とかのラジオなんですけど、保健室はそういうお悩みを持つ人の憩いの場ということで、そういう意味もあってお悩み相談をするんですけど、今回さやさんが起きれないっていう、いろんな私たちがこういうのどうでしょう、でも人には人に合うのがあるから合うのが見つかるといいなみたいな感じを話したじゃないですか。で、私がこれのみんなが起きれたのかなみたいな、行けたかなみたいなコメントにあって、私結果知ってるよって言ったんだけど、だから昨日お話会来てくれて、そうみーちゃん昨日で、みつきのファンの方だったんだけど、みーちゃん昨日来てくれてありがとう、あ、昨日ラジオ読んでくれてありがとうみたいな、アラームのやつねみたいな、ちなみに今日も遅刻したって言かわいいと思ってキャーイと思って、まあおいおいね、いきなりはそれ無理だと思ってそうかわいいってなってたそうっていうその後でしたその後本当にね面白くて、マジでマヒナの、私マヒナの聞いていただきました、もう舌が好き、舌なんか死が音と空気のなんかちょうどいいバランス、舌これは空気多めで、舌は死が音が多めで、そのなんか真ん中のあんばいのなんとかを聞いていただきましたみたいな、舌がすごくいいなってあれの聞きながら思ってたそう音と息のバランスが絶妙と思いながら聞いてた、無視できないんだけど、マヒナが良かったです、マヒナのそこ部分をおーってなって、すごいいいなーみたいな、いいな、もしも頑張らなきゃみたいな思いましたね。そうね、広告宣伝のとこもめちゃめちゃ自分ですごく書き込みとかもしてて、今日のやつはね、あと7分後に始まるんで、私が今日先週のやつが私の悩みだったので、今週は桃の悩みが聞かれますね、聞けますね。じゃあで、いただいたお悩み相談はどんな悩みなのかそう、なんか本当にメンバーによって答え方とかも全然違うから、同じ質問でも全然違うだろうなと思うから、メンバーによっていろんな化学変化反応を起こしそうで、マジでいいラジオと思う。なんかね、めっちゃ裏話なんだけど、保健室ラジオができるまでに実は調整っていうのかな、保健室ラジオっていう名前も決まる前にどういう風にやっていくかみたいな、一回お試しでやろうっていう収録なしのラジオを撮った収録だけど、その放送しないお悩み相談も別のラジオから広島 FM 広島さんがくださって、南とリコチとマヒナで初回メンバーより前に会ったんですよやって、でなんかいろんな保健室の他にもいろんなモチーフがあって、やっぱなんとかのモチーフもいいけど、やっぱ保健室かなとかいうの話してるのを間近で見ながら、確かに保健室のが合ってる気がするとか思いながらそうで、いろんなテーマがあって、それをめっちゃリコチと、私とリコチはもう答え方が全然違ったんです。私はなんだろうなんていうの、今みたいな答え方、リコチは結構それはだって気にすぎみたいな感じの明るく諭してくれる、私はなんかなんだろう、同調というか、どうなんかそう、なんかどっちもいいなと思って、そう幻のゼロがそうそう、でも本当に逆になんかその録音はされてるけど放送はされないっていうので、もうめちゃめちゃいろんな話してたじゃあ本当の悩みよみたいなさ本当の今の悩みよみたいな話して、めちゃ面白かった。この3人も3人でよね、バランスすごく良かった。で、桃ともね、桃がすごくしっかりしてるから、おいしいもなんか何も普通にそう面白かったまあまた出れたらいいなと思うけど、どうだろう、なかなか。だから次の公開収録あるんですよね、ホケラジ。それがリコチとアイコとマヒで、絶対おもろいやんと思ってえ、絶対おもろいやんと思って公開収録するらしいですよ。アイコが多分私と同じような多分同調型なんですよ。だからその
実験版みたいなやつで、私とリコちゃんの相性がめちゃめちゃ良かったから、アイコとリコめっちゃいい気がする。同期同士だからね、遠慮もてか気を使うとかもないし。あ、皆さんあと4分でホケラジオ始まりますので、今日は早めに断じ言いますね。そう、リアルタイムでもみんなに聞いてもらって、後日エリアタイムフリーで聞く、そう2度聴取率、2度おいしいということで断じ言います。あ、でそう、あのさ、私さっきさ、タワーのお礼をさ2人の方にしか気づいてなかった気づいてなかったんだけど、もう一人投げてくださってて、それはあのツイッターでタワーをお知らせしてくれる人を見てたら見つけて、リュウさんもタワー投げてくれよったよね。ごめんね、気づかんくて。あ、リュウさんってこれタワーじゃない、タワーだよね、千本千の銃だから。そう、ありがとう。これね、このホケラジのリツイートしようと思ってツイッター開いたも X か開いたら、ショールームのタワーをお知らせしてくれるアカウントがタワーをお知らせしてて、で2人お二方のは言ってたんですけど言ってなくて、そうめちゃ多分めちゃ可愛いのやつを10本投げてくれてて、ごめんね。多分流れで、あの同じ本当10秒後とかに投げてるのに私が気づかんくて、ほんと10秒後なのにスルーされたと思ってなってるんだろうなと思って、めっちゃ可愛いたわ。そう、これのおかげで気づけたら、今ちゃんとスクショしましたので、失礼しかましたつかまつった失礼しました。書きます、これちゃんとあの把握しましたってこと伝えようと。あ、やばい、大丈夫です大丈夫です。13位ひどさん、12位まやきさん、11位アイラバーマリさん、10位ダッタンさん、9位ヨイさん、8位ホーユーさん、7位テギさん、6位リョウヤさん、5位テリッピーさん、4位シムキスさん、3位リュウさん、タワーありがとう、2位カニエさん、タワーありがとう、1位そして1位はテレランタラエビさん、タワーありがとう。それではキャッチアイでしたいと思います。私がどこどこおったここだよって言ってください。いきます。あれ、みんなどこどこ見つけた、みのことをしてみひんひゅー、ありがとうございます。兵庫県出身しなみなみでした。ということで今から、22時から、今私が聞いたやつは先週分で、今週の私とももう2人のは第2回が放送されますので、このままラジコをそのまま進んでいただいて、そのままリアルタイムで聞いてください。私もリアルタイムで聞きますし、リアルタイムで聞いた後にまた後日エリアタイムにもしますが、はいはいありがとうございました。お話し会の話全然できてなかったんですけど、お話し会すごく楽しかったです。またゆっくりお話できたらと思ってます。あ、もう59分なので失礼します。ありがとうございました。今日もゆっくり寝てください。私もこれを聞いたらお風呂に入って、もう今日は0時前まで寝ようと思います。おやすみ、バイバイ詰め込み、あー